はい、こんばんは。なんか、だんだん、こう、ツイキャスもなんか、重なってきたんですかね。なんか、開始の、あれが、ちょっとなんか、遅れてるかなっていう感じもするんですけどね。ま、ちょっとね、またまたいろいろ、このコメント欄にも貼ってみたんですが、情報掲示板と画像掲示板のリンクを、ちょっと貼ってますということでね。まあ、もしよければ、なんかこんなニュースとかあったとか気になったことあったとかですね、あれば、ね、まあ、画像掲示板もね、キャラ弁のやつとか、他いろいろ貼ってもらったらいいかなと思います。柑橘くん、お茶ありがとうございます。キー君、ありがとうございます。エマカノさん、お茶ありがとうございます。クロリンさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、ナイトウォーカーさこんばんは。ん、あおりが疲とうごれざい様まです。す。たけしさん、コインありがとうございますよ、ね。いやー、あれですね、もうちょっとあれですね。またいろいろ、コロコロ、このツイキャスでは方針が、変わっていくんですけども、もう、情報に追いつくのが大変やな、ということでね。皆様からの、情報をお待ちしてます、ということでね。それで掲示板の、これからコメント欄に、書いてます、ということでね。お願いしますお茶たけしとくー。もう、あ、全財ニュースさんありがとうございます。チューチュースタンプ、あ、キーくん。また、時間がありましたら、コラボバトルしましあ、ょうね。何しわら。ましょう。なんかいろいろなんか、話したいことがあれば、いつでも、いいんで。まあ、僕はでも、今日はその、ね、ヤフーニュースが産経の出馬記事配信でね、こう、謝罪したっていうのが、僕的には、これ先出たっていうこともあってね、まあこれは、まあさっきの動画の方でも喋ってたんですけども、まあこれがね、気になりましたね。まあ朝日も取り上げてましたからね、これがあれですね、僕は気になりましたね。こんばんは。麻生結局文書出すのは遅らせるようですね。わらわあ、ら。森友のやつね。それもね、まあ、だから明日もなんか回答するんでしょ。だから検察に聞いたらいいんですよね、あれね。まあ、だからこの、上脇さんでしたっけ？いつも、政治家の不正とかにね、詳しいことコメント出してはる人が言ってましたけども、だからあれがその、何も、もう、すでに国会議員に見せたやつが正式なやつだとすればですね、それで何も間違いないって言えばいいだけの話であってね、やっぱそう言えないということはやっぱり違うと。判子した公文書が2枚あると。で、どっちか1枚偽造になるっていう、ことでしょ、結局ね。それはもう公文書偽造、その他諸々の、罪にあると。公文書偽造、行使もしてますからね。行使にもしたということになるわけですからね。そういう問題もあるということで。まあ、これは内閣総辞職か、いうね、昨日からずっと話題になってましたけども、動画もいっぱい見てもらいまして、ありがとうございますということで。それは別にいいんですけど YouTube のチャンネル登録、お願いしますということでね。やっぱ関心あるやろ。内閣総辞職言うたらね、そんなことやったのって思う人が、やっぱ多かったと思うんですよね。まあ、昨日の日曜討論とかで野党がね、まあそういうこと言ってくれたんで、あ、そんな問題やったんやと。やっぱそういう、ことの
軽重というかね、軽い思いみたいなもん、やっぱり政治家の方はうまく説明していただけると、より伝わるんじゃないのかなと思いますけどね。ゆるりさんお茶ありがとうございます。まあ、あと、民進党と希望がね、4月、5月の、命令前に、合流するというのも、なんか前に新聞載ってましたけども。まあまあ、これもね、まあ、まあ、早いこと合流した方がええでと、もう、どっちも 1% とかの支持率ですからね、まあその辺もなんか、だから僕が一番気になるのが、やっぱり参院選の東京選挙区、誰が出るのかなっていうね。だからまあ民進と希望が合流することで、まあ、その合流したところから一人は出すんでしょうと。で、あと立憲民主は一人、出すのかなっていう。ねえ、ねえ、立憲は何人出すのかなって、東京では結構強かったんでね。ひょっとしたら立憲二人出してきたら三人なのかなとかね。なんか票の食い合いにならないようにしてほしいなと思いました。アメニジさん。こんばんは。こんばんは。ねえ。まあ、これがちょっと気になりますね。まあ、あとは書いてないですけど、あと、まあ、滋賀県知事選もね、三日月大蔵さんがまあ、なんか無投票再選になりそうだっていうのもよかった。まあ無投票じゃないですね。共産党が候補立てるのを検討してるっていうか、無投票、まあ選挙になる可能性はあるかもしれませんけどね。自民党がね、候補立てると、三日月さんに対立候補立てるって言ってたんですけども、まあそれが引っ込めたというのが、最近載ってましたね。これは産経に載ってたんですよね。だから産経もね、デマ記事さえ配信しなければ、自民党の内部情報とかではね、やっぱりその詳しいの載せたりするんでね、そういうのやめたらいいのなと、産経もね、ヘイトデマ記事載せるっていうね。それは思いましたね。まあ、三日月大蔵さん多分、まあ、選挙になったとしても、ね、圧倒的な、差をつけて、勝つ可能性が高まってきたのかなっていうね。だ前はね、本当片田由紀子さんの後継で出てきはったんですよね。まあ、一応民主党の元、国会議員やったんですかね。ちょっとあんま覚えてないですけど、まあ、それがね、やっぱり、うまいことやってはるなっていうのはちょっと思いましたね。まあそれがどう評価されてるのかっていうのはね、僕はよう分かりませんけども、まあ滋賀県知事選からやっぱ4年経ったんやなっていうね、それは思いましたね。結構やっぱりあっという間やなと、まあ名護市長選から4年っていうのもね、あっという間やったなと思うんですけどね、まあ今年は沖縄県知事選もありますからね。そういうのもあって僕はもう産経新聞のことっていうのは余計にね、まあニュース女子の件もそうですけども、なんとかしとかなあかんのちゃうかと、いうのは思うんですよね。自民候補も立てられなかったにゃ、わら。安倍一強って本当なのかな、わら。うん。いや、いやだからね、割とうまいことやってみたんですよ。あんま詳しいこと言えません、また言えませんけどね。僕の小耳に挟んだところによると、三日月さんは結構ね、いや、うまいこと立ち回ってるらしいよと。いや、どっかに変えてるかもしれませんけどね。いや、その辺がね、やっぱり、その力量としても、評価されるのかなと。まあまあ、共産党が候補立てる可能性ありますけどね。まあでも、その脱原発とかも言ってたと思うんでね。レタスさん、トリコさん、コインありがとうございます。アッキャンさん。ようつべでも配信してる？あ、YouTube やってないですね。
まあ、また後でアップすると思うんですけど、ちょっと忘れてましたという。つうか、黒星つくくらいだったら逃げる方がマシという判断なのかな、わら。それはそれで情けない、わら。まあそういうのもあります。まあでも、事実上の不先輩ですからね、これね。三日月さんで、自民党が立てないということはね。で小槍さんは、議員になったんですかね。そういえばね。まああれも結構、僅差の勝負やったような気するんですけどね。ちょっと忘れましたけどね。もう4年前のことなんでね。だから、まあ今、石垣市長選もね、もう始まってますけども、まあこれも、ひょっとしたら、革新系というかね、今回は三つどもえで、自民党系のが分裂してますから、ここもすごい、僕は注目してるんですけどね。ただ今、どんな状況か、状況というかね、その情勢っていうのは、はっきりとは、今のところわからないと。ただ自民党の情勢調査、1月の、中旬ぐらいにやったんですかね。その情勢調査ではですね、今その時点では、革新系の宮原美佐夫さんがですね、やっぱり分裂した分有利だろうと。自民党としてはその情勢調査を、今回、現職じゃない砂川さんというか、砂川俊勝さんという方が、自民県議をね、辞めて出馬してるんですけども、その人に情勢調査を見せて、こういう状況だから出るなと。二階幹事長も説得したんですかね。まあでも、まあそれを振り切って出馬したということで、まあ現職の中山さん、あと、その砂川さんで票が割れる可能性が高い。で、宮原さんがいいとこ行くんちゃうかというのも、あるのかなと。ただでもやっぱり心配なのが公明党が現職の中山さんの、推薦に回ってるからですね。まあ、この辺がね、ちょっと、気になってるところやなと、いうのは思いましたね。まあ、そんな感じですかね。ということで、ありがとうございました。大体ね。まあまあ、だから、あと、掲示板で、ね、まあ、これから、配信する前とか、配信終わった後に、掲示板の、URL 変えておきます。まあ、そこにいろいろ変えてくれたらですね、やりますよと。もう終わりなん？いや、もう他大して喋ることないかな、みたいな。もう満足。わら。まあ、あとは花見もね、4月花見とか、やろかいな、というのもちょっと、まあ、ね、ちょっとまた考えてますと。また、あれやったら、しましょうと。民進、希望の合流話し合ったっけ？うん。それもやりましたよ。だから、合流した場合ね、東京選挙区どうなるのかなというね、参院選のね。これ、例えば何て言うんでしょうかね、こう、いや、次、山本太郎さんが参院選、次、改選でしょ？だこの辺もすごい、気になるとこですよね。だ民進党と希望で、何人出すのかってね、まあ、多分一人でしょうと どう考えても。で、まあでも立憲民主が、何人出すのかってね、二人出したら、例えば山本太郎さんとかどないしはんのかなっていうね。だから社民党のね、増山玲奈さんがもう一回出はんのかね。出えへん言ってたんですかね。ちょっとわかんないですけど。
いろいろ気になるとこはありますよね。やっぱりその東京選挙区面白いね、参院選のね。この辺の、まあ、だ希望はなくなるんだろうな、というふうには思うんですけどね。で、まあ、細野さん。細野さんは、岡田克也さんとか、野田佳彦さんにね、すごい嫌われてるんで、まあ、細野さんが孤立すると、前原さんも、ということになるのかな、っていうね。シュウさん、お茶ありがとうございます。チャタメン排除せんといて、国民に評価される思うとんのかな、わら。まあ、だからその民進と希望が合流するっていうのは、なんかそこにも反発があって、今の民進党の人たちは、そんなんやったらもう立憲民主党に移ると。なんかそういう動きもあるみたいなんでね。いや、まだまだ一波乱、二波乱あるかもしれませんね、これね。増山玲奈は朝動員先生のとこにおられましたが。あ、そうなんですか。なんで増山玲奈さんが聴導員さんのとこにいてはんのかね。それがちょっとびっくりしましたね。もう社民党ではないんですかね、もう増山さんは。この間落ちて。どういうあれ、流れで、あるのかなっていうね。YouTube でなんか配信してるんですかね、多分、増山玲奈さんも。どうなんかなっていうね、周さん。こんばんは。山本太郎さん、やっぱ必要な存在。今日も安倍にがっつり噛みついてたし。ねえ、今日、なんか、よく、安倍さんになんか、よく眠れましたかとかって、なんかそういうのやってはったんでしょ。だからね、これがその、だから民進、だから今までのパターンやったら、その東京選挙区で民進から2人出すと、いうのがね、これまでのパターンだったのが、民進、希望、立民と三分裂した状態で何人出すのかなと。まあ、それによって山本太郎さんの、得票数っていうのがね、これ、結構影響してくると思うんですよね。で、まあ、増山玲奈さんがもし出ないと、社民党が候補出さない、っていうことになると、社民党の10万票ぐらいがですね、どう流れるかっていうのもありますね。社民党もでも、東京は出しておきたいってなるかもしれませんしね。いや、そこでやっぱりなんか、ちょっと気になる動きが、佐藤あずささんが、ツイッターやめたりですね、石川大我さんが、社民党から離党したっていうね。あれはどう繋がるのかなっていうね。なんか変な動きやなっていうのは、思ってるんですよね。森友文書改ざん事件の行方によっては、内閣総辞職、総選挙というパターンもあるかもよ。どうなるのかね、レタスさん。こんばんは、内閣総辞職になってほしいです。なってほしいですけどね。やっぱり内閣総辞職っていうのはやっぱりインパクトありましたよね。その、土曜から、今日にかけての。で、麻生さんはよう答えないっていうね。いや、だから国会議員に見せたのだけがですね、本物であればですね、それしかないのであれば、それしかないと言えばいいのに、それも言えないということは、まあ明らかに、公文書偽造、公文書改ざんしてると、いうことなんだろうな、と。しか思えないよなと。エマカノさん。細野豪志氏は国会内で孤立しても、選挙区で圧倒的に強いっていうのが、なんとも。そうだ。細野さんは強いんですよね。でも、一人で何ができるのかなっていうね。かなり嫌われてますよね。野田佳彦さんに、だいぶ経ってからね、あの時細野が、
なんかいらんこと言うたみたいなブログに書かれたりとかして、で岡田克也さんも細野さんに対しては今日厳しめのことブログで書いてたような気するんですよね。何がそうさせんのかっていう、そこが気になるなっていう、ね、細野さんの評価っていうのが、いや僕は知りませんけどね、細野さんの人間性とかどういう性格なのか分かりませんけども、いやでもやっぱりね、いやそれ細野さんはどうか知りませんけど、やっぱり普段の人間性というのも大切やなと思いますね。こういう政治家の、こういう、合流やったりね、その、バラバラになったりする動きっていうのは、やっぱり、いつでも誰とでも組めるように、仲良くできるように、やっぱりね、あんまりこう、性格悪かったら あかんでっていうのはね、なんかちょっと思ったりしますね。こういうの見てたらね。あんま偉そうにしすぎたりとかですね、偉そうにしたりとかね、なんかすぐこう、なんか人をバカにしたり見下すような態度を取ったりすると、状況に応じてね、いやそういうのあかんなっていうのはね、なんか勉強になりますね。こう反面教師というかね、ネットでもそうやなみたいなねネットでもね、そう思うなと、あんまりね、天狗になったりとかね、あんまそんなやったらあかんな、っていうのはね、なんか思いますね、これね。まあ、どうでもいい話なんですけど。太郎さん、芸能人とはしょっちゅうご飯食べんのに、こういう人たち、困窮する生活保護受給者とは話聞かないんですね。とか。あ、そういうこともね、言ってはるんですね、これ。モモのペンさん、こんばんは。こんばんはね、アブチンさん。自公内閣総辞職と会見発議のバーターをやってくるか。まあ、いやどうなんでしょうかね。でもあんま公明党がやっぱり乗る気じゃないっていうかね、そういう感じはしますよね。ポーズだけじゃなくて、いやでも創価学会とか、そのこの間名護市長選でね、公明党が推薦回ったから、戸口さんが勝ったってね、自民党が推薦する、自民公明推薦の戸口さんが勝ったっていうのがあって、まあ、その名護市長選ショックっていうのがあったわけなんですけども、ただどうなんやっちゅうね、それによって公明党創価学会の評価が、上がってるのかっていうと、僕は逆なんちゃうかなっていうね。選挙には勝ったけど、果たして評価は上がってんのかっていうね、この二枚舌っていうかね、なんか基地に反対とか言いながら、っていうのは思いますよ。なんか、まあそれがやっぱその衆院選でも、6議席落としたっていうのにつながってるわけですからね。名前もこんにゃくさん。その点辻元さんはすごいね。辻元清美さんもね、いや本当一時期、いや社民党裏切って民主党に行ってみたいな批判の声もあったんですけど、それをねやっぱり、今はもうないと。この間高槻行ってもね、立憲民主党に、移って立候補したって言ってもすごい人集まってましたからね、高槻駅、雨の高槻駅で、小林芳野さんも来てましたけどね。やっぱり、だから、裏切るにしても、なんか、めちゃめちゃな裏切り方はダメですね、やっぱりね。いや、もう、ほんますいません、みたいな。もう、今回はごめんなさい、みたいな。なんか、そういうのが必要なんちゃうかな、って。いや、難しいなと思いますよ、これね。おっしゃる通り、おっしゃる、何のおっしゃる通りかわかりませんけど。いや本当に民進の足立信也は結構良い質問してたね。安倍忠和の自慢、求人倍率最高の嘘をカンパしてた。あ、そうですか。だからね、その求人倍率が高くなった言うてもね、それはもうろくなんないでしょうと。ハローワークで言ってももうなんか派遣っていうか非正規ばっかりでしょあれ。
ほんとなんかあれ、だ水増しっていうか、その倍率を高くしたいがために、ろくでもない求人広告ばっかり、求人広告っていうのは求人票みたいなのがあるっていうのが今なんちゃうかなと、思いますけどね。好き嫌いはしょうがないけど、礼儀は尽くさないと。あくまでも一般論です、ダブル。そうそう。だから、こう、意見の違いとか、好き嫌いとかあってもいいと思うんですけども、ただね、もう本当にこう、なんかしこりが残るような喧嘩とかね、言い争いっていうのはね、やっぱりね、やめた方がいいんちゃうかなと。だからね、今日なんか、その、北朝鮮の、ですね、韓国のね、今度なんか、あれがあるんでしょ？南北対話みたいなね、キム・ジョンウンと、ね、これ、北朝鮮核問題禁止を変えておきますけど、なんかの可能性、韓国特使を歓迎。いや、北朝鮮と韓国だってこういうとこまで行こうとしてるわけですからね。いや、でも人間関係でほんま大切やなっていうかね。いや、だから僕も、ちょっと気つけてますよ。ほんまに。あんまりこう、あんまり、前はもっとすごいきついこと言ってたような気するんですが、あんまりそんな言ったらあかんなと。ほんとネットの争い事とかね、今も続いてるの見てたらね、いや、どっかでやっぱ折り合いつけていかなあかんのちゃうかなっていう。本当平和大好き人間に、なってますんでね、平和大好きって書いてある。平和大好きって書いてます希望民進合流で親父ギャグレベルのネトウ様たちはまれ民鬼民とうとか絶対ユニ三千天丼。鬼民と、どうなんだから、まあでもこれでまあ希望の党もね、あっという間になくなる可能性っていうのはね、まあ、高いやろうなと、タルトコさんとかどうすんのかなと思いますね。タルトコ新次さん。比例1位のね、大阪の、近畿ブロックでした。近畿ブロック1位のタルトコさんと、あと2位のね、小池百合子さんと、のお友達かなんかようわかりませんけど、防衛省出身のね、方、席配率ごつ低いのに、馬淵さんより馬淵さん押しのけて、当選してる方ね、どうなんのかなと思いますけどね、名護市といえば4月の人事異動で国から何人か幹部が派遣されるでしょうが、その人選はいかに。自分は40代前半の副市長と30代半ばの総務部長、もう一人部長クラスと見ていますが。あ、そうなんですか。なんかこの辺のね、だからその戸口さんがね、新しく市長になった戸口さんがもうその辺野古のことはもうこれ国からのね、人に任せると、幹部にね、なんか防衛省かなんかの、まあこれもとんでもないなと思うんですけどね、まあでも6月に国は辺野古の工事を進めると思うんでね、だからまあ僕はその昨日も IWJ で県民投票のね、県民投票推進の方のなんか見てたんですけども、いや、これはで、どうすんのかな。もう、県民投票、賛成の人と反対の人がいて、ほんで、賛成派だった、オール沖縄の小屋さん、金秀グループの、代表、共同代表やった人が辞めたと。それも、理由が県民投票、オール沖縄ではやらないってことになってるからっていうことでね。まあ、これも本当、オール沖縄として、ちょっと、危機的状況なんちゃうかなと思うんでね、もう県知事選までになんとか
立て直さなあかんのかなと。いや、だから僕は一つの解決策として、県民投票がね、もう賛否両論あってまとまらないんであればですね、まあ、署名を集めるとかね、沖縄県民100万人いるんやったら、60万とか70万ぐらいのね、反対署名集めたら、沖縄県知事選にも、尾長さんの再選にもつながるのかなと、いや、思ったりするんですけどね。まあ、揉めてても良くないんでね。もう、あと、半年かね、8ヶ月後ぐらいには沖縄県知事選あるわけですから、沖縄内で、揉めててもしゃあないと。なんとか結論出してほしいなと。いうのは昨日も書いてたんですけどね。就職数が減ってるから、求人倍率が増えるのは当然だろうと、足立は言ってた。正解。あ、なるほどね。あ、そういうことですね。どう変えても有権者のためになっている感じがあれば、あまり世間の印象は悪くならない気はする。赤紙さ礼儀は尽くさないと、というのは賛成です。事なかれ主義？笑い。まあ、事なかれ主義って、まあ、言うべきことは言ってね。やっぱお互いに敬意を払うっていうことは必要なんちゃうかなと。もうなんていうの、一回揉めたら、もう相手の人間性まで否定するようなことを言って、まあ、それがね、やっぱり揉め事が、なんか長引く原因なのかな、というふうには思ったりするんですよね。いや、まあ、だから本当ね、まあ、いろんな、なんちゅうんでしょうか、サンプルっていうのがね、溢れてるんでね、みんな勉強しましょうと。どうやったら平和な世の中になるのかっていうね。人間関係の平和から、こうやっぱり世界の平和っていうのは繋がるわけですからね、これね。っていうのは思いますよ。仲良くしようぜ、B 班差別界隈。ね、仲良くしないとね。菅さんがまた韓国にイチャモンつけてますね。官房長官、北朝鮮非核化、働きかけを、韓国を牽制、毎日新聞。ああ、そうですか。いや、だから、なんていうんですかね。やっぱり韓国と北朝鮮がね、仲良くしちゃ困るっていうのが、アメリカと日本っていう感じがするんでね。いろんな、妨害工作みたいなのやると思います。トランプさんとかも。ある程度揉めといてくれへんとね、アメリカの武器とか、日本が、買う理由っていうのがなくなっていくわけですからね。で、まあ、憲法の、憲法9条の問題だってね、北朝鮮の脅威を煽らないと、やっぱり、投票率も上がらないっていうのは、ね、憲法改正の世論っていうのが盛り上がらへんっていうのもあると思うんでね。まあそういう意味では、いや、でも、ムン・ジェインですか？大統領は本当に偉いなと。いや、やっぱり何やかんやもう、平和がいいに決まってますからね。これはもう誰でもそうでね。本来、共に政権を倒して民主主義と法治主義を取り戻す仲間となるはずの人たちが、手を組めないばかりか憎しみ合うなんていうのは愚の骨頂。残念極まる。そうそう。だから本当にね、だから仲良くできるっていうのも、やっぱりなんていうのかな、やっぱ大人になるっていうか、やっぱ結構高度なことなんですよね。まあ、平和な世の中作るっていうかね。やっぱそういう利害調整っていうのが、やっぱ政治家の仕事でもありますしね。やっぱ痛み分けっていうかね、やっぱ仲良くする、揉めてた人が仲良くするっていうのもですね、やっぱどっちにもなんていうんですか、
痛いとこは我慢せなあかんというところもありますからね。やっぱりでも、ね、似たような考え持った人はできるだけ仲良くしていく、っていうのも必要やなと。まあだからといって、その、おかしいことはおかしいって言っていこうよと。それが難しいですよね。それのなんかバランスっていうかね。絶望どころか死亡の塔、下手すると死亡遊戯扱いだったのがもはや希望の塔と揶揄されているみたいね、希望の塔。だって、毎日新聞か、どっかの新聞の世論調査、0% とかっていうのが、なんか出てたみたいですね、これ。これ直接見たわけじゃないけど、多分 0% っていうのがどっか出てたと思いますね。プライドとか、つまんないメンツでやってる場合じゃないかと。こういうのは特にね、あるんですよね。特にこの、まあ、男女で言ったらあれかもしれませんけども、なんか男の方がプライドとかメンツとか気にするっていうかね、なんかそういう気もしますね、なんかね。いやでもそういうこと言ってたらやっぱりまとまるもんもまとまらへんっていうかね。やっぱ譲り合い、助け合いみたいなのが必要やなと。いやこれはもう、僕自身の反省の意味も込めてね。やっぱり過去そういうことでね。いや、ここだけはどうしても譲れへんっていうことで、ちょっと苦い経験もね、まあ誰でもあるんちゃうかなと思うんですけど、そういうのはあったりしましたからね。まあだから、もう、6割、7割ぐらいの言い分が通ったら、まあそこで、もう引いといてあげようみたいなね。あとはもう譲ってあげようみたいな。何の話やねん。何の話やねん。希望の塔の山井の質問は良かったよ。あ、そうで、山井さんね。私は今でも前原誠二氏を許す覚悟はできています。矢印何様目線だよというツッコミはなしでダブル。いや、僕はでも前原さんだってね、その考え方さえ変われば別にいいと思いますよ。だ前原さんのおかげで立憲民主党がね、一気に増えたっていうのはありますからね、これ逆説的でも何でもなく、これは事実ですからね。前原さんが、大失敗したおかげで、立憲民主党が伸びたと。まあ、でも、それはそれでね、やっぱり前原さんがきちんと、けじめをつけない、難しいやろなと思いますけどね。名護市、選挙中は公開討論拒否。市長当選したら定例会見しませんと勝手戸口名護市長にはびっくり飽き。ああ、そうだよ。定例会見もしないんですか。まあ、だから、この戸口さんっていうのも本当なんか、安倍政権からね、のなんか代理人みたいなもんですかね。だいたい市長としての器っていうのは、僕は全くない人やと思いますよ、これ。まあ、ね、まあでも、そうは言ってもね、辺野古の、工事も、ガーッと進められていくんでね、まあそこどうやって止めるのかなと。まあ、尾長さんもね、承認撤回、なんかすればいいんですけども、いやどうも沖縄タイムズとかに書いた記事を見ると知事選前に、承認撤回をすると、だからそれまではやっぱり、工事っていうのがどんどん進められていく可能性はあるのかなと、だからそこでいろいろねやっぱり手を打ってほしいんですけども。まあだから沖縄なんかほんといろいろね、やってほしいよ。だから、まあ産経のね、問題にしてもですね、もうヤフーに配信させないようにするとかね、あと今日ジャーナリストの大谷明宏さんが言ってたのはね、沖縄県民が、観光収入のね、産経の記事、むちゃくちゃな、
言いがかりみたいな記事ね、あれについて損害賠償したらどうかと、いう談話を沖縄タイムズは載せてましたけども、まあ、そういうのも、やってですね、もう産経とか、変なこと言わさへんようにすると、いうのは必要なのではないでしょうかっていうね、思ったりね、思わなかったりね。調整力。調整力ね。いや、これ必要ですよ。やっぱり政治家で、やっぱり調整能力がないとダメなんでね、これね。どっちもの言い分聞いて、まあ、だから、裁判所の裁判官と同じですよね。もう譲りすぎてもダメですけども、お互いのね、納得いくところでうまいこと、落ち着かせるっていうね。反省も、まあ、反省も反省、日々反省ですよね、本当にね。何があった、わら。まあ、最近はそういうこともないですけどね。いや、でも、特にね、若い時なんか、そんなありますよ。もう絶対俺が正しいみたいな。絶対ここは譲れへん一線みたいなのがね、あったりとかするんでね。そういうのが、ね、ダメやなと思うんですよ。ある程度相手にも花を持たせると。いうことも大切やなと。あんたが大将みたいな。何の話なんかわかりませんけども。あんたが大将、あんたが社長みたいな、まあそういうね、いやだから本当でもそうですよ、これ本当政治に関心がある人ほどね、やっぱ結構高度なね、テクニックですよこれ、意外とね。意外としょうもないことで喧嘩しますからね。絶対こう譲らへん、譲る譲らへん、みたいなね。ちょっとくらい折れても何もメンツが潰れることもないと思うのです。そうそう。だから逆に折れた方がね、良かったりするわけですよ。いや、こっちが折りて、こっちが折れて、折れた方がですね、向こうも折れてね、お互い、そうやなと、こう譲り合いましょうと。100% 満足っていうのはありえないわけですから、どっちもね、半々ぐらいで、よっしゃと、ならええんちゃうかと。ね、大阪で籠池さんの交流は話題になることありますか？いや、僕ないですよ。で、長いのずっと交流されてるわけですからね。宮古島のね、あれ、配信、で、大げささんとかも配信してはったと思うんですけど、この間というか、去年ですけどね、籠池さんがまだいなかったのかどうかわかんないですけど、宮古島の、高知町のとこ初めて歩きましたね。あ、こんなとこにあんねやってね。川沿いに、結構いいとこなんですけどね、場所はいいとこなんですけども、ただ物々しい高知町ですよね。なんか鉄格子っていうか、こんなとこにあんねやと思いましたね、高知町。なんかテレビカメラみたいなあったりとかね。間垣さん、その辺小沢さんとか亀井さんって包容力あったよね。こういうのってすごく大切なんだ。小沢さんだってね、もうどことでも組むと、共産党だって組むって言ったら昔の、あれ方は考えられへんことをやってはるわけですからね。いや、そういうの大切ですよ、本当に。いやだからなんか一致できるとこがあればね、どんどん一致して、やっていったらいいと。やっぱその大きな目的というのはやっぱ政権、取るとかですね、この政策を通すためとかね、
いうのでね、あれば、いいんじゃないのかなと。むしろきちんと利害を調整することの方が大事。そうですね、これね。ほれいてぃ、ほれいてぃ、あ、折れてか。いや、ほんと折れるっていうことも大切やなと思いますよ、最近。いや、まあ、僕ら、まあ、僕結構人間で生きてると思うんですけどね。今はね。僕結構今人間で生きてる方なんちゃうかなと、思うんですけど。ドイツの大連立だってあんだけかかってやり抜いたもんね。そうそう、ドイツなんかすごいですもんね。えらい揉めてたんですけどね、あれはあれでね。いや、まあ、メルケルさんもすごいなと。やっぱりドイツってやっぱ大人やなと思いますね。そういう意味で言ったらね。なんやかんや言うてね。さ、まあ、分裂したとしても、割とやっぱりね、なんていうんですか、しっかりしてるっていうかね。いや、ドイツのね、ドイツにいる、お友達、ね、これ聞いておいたら分かると思うんですけど、いや、羨ましいなと、ドイツ、思いますね。いい意味での、まあ、しゃあない、と納得させることができるような企業が大切。いやいや、本当そうですよ。やっぱり、いろんな考え方の人がね、やっぱりいるわけですからね。俺だけが正しいということはやっぱりありえないわけですよ、これ。いや、だからといって我慢しろって言ってるわけではないんですけどね。でもやっぱある程度折り合いつけていかないと、その、全部負けてしまうというかね、そういうことだってあるわけでね、難しい話ですよ。本当に。被験者のためという大義名分があれば大体何やっても大丈夫なんじゃないかな。人間できてる。いやいや、でも本当ねえ、結構僕の評価高いんちゃうかなみたいな。そんなことない。ヨーロッパなんてこないだまで殺し合っていたのに EU とかまとまったりするんだから大したもの。だから EU とかすごいですよね。いや、それはもうね、それはもう、いや、ここはどうしてもっていうのはあると思いますよ。さね。いや、それでもまとまるっていうのはすごく大切やなと。いや、だからオール沖縄も、まとまっていてほしいなと思いますよね。まあ、野党もまとまって、頑張ってほしいなというね、まあ、森友の件とかもありますけどね。だみんなそれを僕は望んでると思うんでね、やっぱり、みんなが望んでる方向にやっていきましょうと。より大きな課題を実現するためには誰とでも組む。議会制民主主義では本来当たり前のこの姿勢が正当に欠けているのが残念。まあ、だからそれはもちろんそう簡単にいかないっていうのもあるとは思うんですけどね。これは本当に。だからそこをね、何としてもこう、うまいことやっていこうよっていうね。なんか今日はいい話なんじゃないですか、これ。折り合いつけようっていうね。相手に花を持たせようみたいな。なかなか今日は、いいお話なんじゃないですか、これ。ムンジェインは暗殺されるかも、視野に。まあそうかもしれませんしね。本当に。それは、平和になったら困る人もいるわけですよ。本当に、まあ、気をつけてほしいですけどね、まあ、ムン・ジェインさんは、特殊工作員やったんですか、韓国の。なんかよく分かりませんけどね、銃の撃ち方がうまいと、いうのは、ね、この間言ってはりましたけどね。キーワード、折り合い。こういうのは大切ですよ、もう助け合い、譲り合いね。
まあ、もうすぐ震災からね、もうだいぶ経つんですけども、もうすぐ311ですかね。やっぱ助け合いっていうのも大切ですしね。リカさん、和骨。和骨、コインありがとうございます。本当だ。だからやっぱ政治に興味がある人ほど、どうやったらこう、うまくいくかなと。どうやったらうまいこと平和にいくかなっていうところをね、考えましょうよ。政策よりも権力を持つことが目的の事項は強い。ねえ。まあ、だからそう、ねえ、まあ野党はでもその辺権力を持ってないわけでね、難しいなと思いますけどね。いやでも、自公だって鉄壁じゃないっていうのが、今回の森友文書のね、内閣総辞職かみたいな、問題でもね、出てきてるかなと。まあ、それによって自民党内も派閥のね、動きもいろいろあるわけですよね。石破さんの派閥と岸田さんの派閥の幹部が、会談した、会合を持ったりとかですね。だから僕なんか逆に安倍政権がさらに続いた方がね、野党にとってはいいんちゃうかなと思うんですけどね。まあ、どっち転んでも僕はいいんじゃないのかなというのは思ったりもするんですよ。安倍政権が長く続くことによって、自民党の基盤がどんどん脆くなるっていうのはあると思うんまあまあ、それも良くはないんですけども、まあどっちになってもね、そう悲観することもないんじゃないのかなと。思ったりもしましたよ。こういう時に学会員は政治に対する良心を持っているのか、ずっとジャッジされてるって自覚あるのかって思ってる。いや、思いますよ。だから創価学会の人も、選挙に勝てばそれでいいのかっていうね。いや、そうじゃないよっていうのは、この間の衆院選だったんじゃないのかなと。衆院選の、6議席減らしたっていうね。創価学会だって、いや、もちろん公明党の存在っていうのはすごく、重要というかですね、やっぱキーポイントになってるんですけどね、名越小選もそうですけども、ただしかし選挙に勝てばそれでいいのかと、言うとそうでもないっていうのが、票が減ってきてるっていうかね、っていうのも出てるんじゃないのかなと。思ったりしますよ。だからやっぱりね、なんか勝ちゃいいと、選挙に勝てばいいのかというと、そうでもないっていうね、安倍政権、安倍自民にしてもそうなんですけども、いやさ、勝った方がいいのは、言いに越したことはないですけども、その裏表はあるんですよね、やっぱりね。勝ってよかったという分と、勝ったことによって失うものっていうかね、そこを見ていきましょうと。リカさん、とても久しぶりです。久しぶりね、リカさん。確かに安倍政権がもう少し続いても、もう改憲はできないだろうし ね。そう、それもあるんで、いや、僕はね、改憲の国民党、改憲発議、できるんかなっていうのが、この間の裁量労働制断念した時っていうのが、二階幹事長とですね、公明党の井上幹事長が、断念表明する前に官邸に行ったというのがあってね、それが NHK も、これは変化だと、NHK の政治部の記者が取り上げてましたけども、それはやっぱり、改憲の動きを釘刺すためっていうのもあったと思うんですよね。公明党の存在感というかね、自民党の存在感を高めるためっていうね。これで安倍さんの身動きっていうのがですね、以前と比べたらかなり苦しくなってきてる。自民党総裁選参戦、するにしてもですね、やっぱその二階幹事長、公明党の顔を見ながらじゃないと、苦しいと。
いうことでもありますからね。そうすると、会見できるのかと、いうのも思ったりしますよ。だから、まあ、それは、いやさ、続いてほしくはないけども、もし続いたとしても、そんな下手なことできひんのちゃうかな、という、あれはある。で、まあ、その間に自民党の基盤というかね、地盤というのが、だんだん脆くなってくる。っていうのもあるんじゃないのかなと。まあ、希望的観測としては、ね、自民党ってのは、そういう新陳代謝みたいなのを活発する、にすることによって、首相をどんどん変えることによって、まあ、リフレッシュしてきたんですけども、ね、安倍政権が長期政権になることによって、逆に腐ってくるんじゃないのかなと。思ったりしますけどね。わさび屋さん。会見できちゃうと思うよ。メディア戦略は完全に会見側にあるから。まあ、これもありますよね。だから、今回沖縄北方大臣になった福井照さんっていうんですか。あの人がかなり、マスコミに圧力かけることで有名な人みたいですね。報道ステーションの今日古賀茂明さんが。そのことについて書いてましたけども、そのことについては、マスコミも、テレビも言えないと、書いてましたね。名護でついたのもそれ、公明、会見を見据えてのこと？それもあったと思います。だからその名護市長選で、その、戸越さんの公、推薦に公明党が回ったのも、会見をさせないために恩を打ったという部分もこれはあると思うんですよ。まあだから公明党としては嫌なんですよ。で、まあ会見安倍さんが無理やりしたとしても、まあそれによって、その公明党が支持されるのかっていうね。さらに失う可能性もあるんじゃないのかなと。いや、それみんな会見嫌やと思うんですけど、でも最悪、その会見されたとしてですね、それにとって与党っていうかね、自民党公明党が、なんかメリットあんのかなっていう気もしますけどね。会見が、ね、メディアが儲かるからですかね。どうなんしかね、これね。石破りになったら会見はできるよ。彼の論理は悪い意味で筋が通ってるから。まあだから今の、その、いや、よう分かりませんけど、安倍さんの会見論っていうのはやっぱ矛盾してるところがあるんですよね。なんか戦力不保持と、詳しくは今ちょっと分かりませんけども、いや僕はね、だから最悪僕が会見されても別にいいかなと思ってる方なんですけどね。いやダメなんですけども、さ、会見はしてほしくないですけども、安倍政権が無理やり会見したら下でですね、いやそれはそれでその影響あるんちゃうかなっていうね、いうのは思うんですよ。いや、それはもうしてほしくないですけどね、それはね。自民の世論調査だと次期総裁、安倍より石破りが 1% 支持上になってる。あ、そうですか、ありがとうございます。安倍晋三 28%、石破茂 29%。石破さん人気高いですね、結構ね、なぜか。もう岸田さんとかの方が人気あんのかなと思ったら、やっぱり石破さん、そうなると、面白いかなと。いや、わかりません。だそのために今いろんな派閥のね、動きがあるわけでね。いや、僕はでも安倍さんがそれでも、会見に突き進めるのかって言ったらちょっと不安なんちゃうかなと。っていうのは裁量労働制の一件、で僕は思いましたね。NHK がおっと驚いてると。政治部の記者がね。
というとこはね、うん、面白いな。メディアを牛耳るのが電通。すでに電通やスポンサーが与党側と一体になってますから、お金も含めて、護憲側には付け入る隙間がありません。そうそう。いや、だからこういうとこね、ほんとなんか、そのね、三宅裕子さんも言ってますけども、で野党がもうちょっとその動きについて、牽制するっていうかね、した方がいいんちゃうかなと、いうのは思うんですけどね。まあ、どうなんのかなと。なおさん。公明党は本部が会見決めたらまとまる党だと思う。学会さんの結束力はすごい。そうそう。だから、そういうとこはあるんですけども、いや、でもそれがそれでね、そのいい影響になるのか、悪い影響になるのかっていうと、決していい影響だけじゃないっていうのがやっぱり、去年の総選挙の結果やと思うんでね。やっぱりね、やっぱおかしいことはやっぱりみんなおかしい、みんなというかおかしいと思ってるんですよね。いくらその、選挙に勝ったとしてもですね。いや、やっぱ学会としてどうなんやと、これ、会見に突き進んでるのはっていうのはね、あると思いますよ。安倍政治を許さないとはいうものの、代わりは次々と出てくるわけで。まあでも、その、安倍政治、安倍さんは許せない。でも他の人だったらいいっていうのはあると思うんですよ。石破さんだったり。いや、嫌だっていうのはあるんですけども、でも、安倍さんのやり方が強引だったっていうのが、これまでの安保法のね、通し方だったり、あれだけその憲法学者とかが、みんな反対、述べたにもかかわらず、通したと。ね、小林哲さんとかもそうですけども、まあ、ああいうのはダメだっていうのは、ね、それは僕はわかると思いますよ。安倍サポが発狂しそうですね。日本人は基本的に好戦的だから、石破りがモテる。僕は別に石破さんはそんな悪いとは思ってないですよ。主張にはね、それは異論はありますけども。いや、だから僕はね、その安倍さん的なものを自民党支持者が本当に求めてんのかなという気もしますしね。いや、もっとその、みんな仲良くの話じゃないですけども、だからこれまでの安倍政権のやってることっていうのは、自民党の世論すら抑えてですね、安倍官邸の思うがままにやってきたっていうのが今までですからね。だから、石破さんだったり小泉進次郎さんが、安倍さんに文句言ってるっていうのがあるわけでね。だからもっと話し合って決めていこうよと。っていうのはやっぱり自民党の中にもあるんちゃうかなと、思うんですけどね。だから決して安倍さんが、自民党内からみんなに支持されてるわけでは決してないっていうのが、今の動きなんじゃないのと思いますね。もうちょっとで終わります。萌えおたが入れ上げるアニメ。アニメがあるんですか。公明党が野党から与党に変わったとき、あれだけ与党を批判していた公明党が与党になった瞬間、与党よりに急に変わったからね。ああ、そうそう。だから、昔は公明党と自民党というのは水と油みたいなね。公明党なんか、自民党のこと金持ち政党やとか言ってごつい、批判したし、自民党もですね、公明党のね、政教一致に対しての批判というのは強かったんですよ。今でもその、元小泉さんの秘書官やったね、飯島勲さんとかは、公明党に圧力かけろみたいなこと言ってますけども、石破り茂氏の人気の高さは謎。かつて民主党政権に対抗する時だったらいざ知らず、なぜ今石破推しになるんだろう。いや、なんかでも、いや僕もあんまよう分かりませんけど、でも地方で人気あるんですよね、なんかね。
前のその総裁選の時も地方票では石破さんの人気っていうのが、あったと。でも石破さんだって、戸ざまっていうかね、いや、もともと自民党飛び出してもう一回戻ってきた人でしょ、この人。新進とかなんか忘れましたけど。小池百合子さんとかとね、一緒に、飛び出した人なんじゃなかったでしたっけ。安倍政治を許さない。だけど、それでも自民がいい。は多いと思います。と思いますよ。だからその、自民党の支持率だってね、高いわけですから。岸田の乱、希望、野党は自民党の中に手を突っ込まないと。だから僕だってその、いや、当分自民党が強いというのは変わらんけども、だから自民党の中で、その内部分裂というか派閥構想っていうのがあってね。いや、そこでその安倍さんが倒されるっていうのは期待してるっていうのは、僕はずっと言ってるんですけどね。アニメも結局システム内部で消費されるものだから、俺みたいなピンポイントオタでも、そのあたりすでに組み込まれていることは後ろめたく自覚的でいないと、汗。なんかよくわかりませんけど。安倍政治は暴走してるだけで、路線は自民本来のものから全く逸脱してないと思いますね。そこは目をつぶる人が多いのはなんでだろう？まあまあでも暴走が目に余るから、まずは安倍さんを潰そうということなんでしょ。だからそれが安倍政治を許さないということやと思うんですよね。だからこれもやっぱり手順というか順序でね、まず安倍さんを下ろそうと。ほんでまあ、次ね、その岸田さんでもなったら僕はいいと思うんですよ。まあ石破さんかもしれませんけども。宏池会的なね、谷垣さんとか、だから自民党の中でも、その、なんていうの、まあ、許せる派閥っていうのはあるわけですよ、谷垣さんの宏池会、谷垣さんも引退しましたが、岸田さんのね、宏池会だったり、だからその安倍さんの派閥っていうのがですね、ずっと、イケイケというか、ね、アメリカの言うことを聞きすぎなんちゃうかということで、この安保法の問題とかですね、そういう暴走が目に余ると。だからその民主主義としておかしいんちゃうかという批判があったんじゃないのかなと思うんですけどね。あんま覚えてませんけど。自民党には池田大作承認関門カードがあるから X デイまで連立離脱は難しい。まだ今年もね、今年もなんか創価学会のなんか行事がいっぱいあるみたいな、やったと思うんですよ、あれ。この間の田原総一郎さんがね、牛尾出版社の手帳を使ってるっていうのはどっかの、ネットニュースかなんかに答えてて、それはなんか学会へのアピールかなと、っていうのは思いましたね。牛尾出版っていうのは学会系というかね、全部の手帳に創価学会の記念日が入ってるっていう、そういう手帳らしいですね。なんかそっちへのアピールしてんのかなって、思ったり。さっきの電通メディアのことを言っているのです、アニメうんぬん。ああ、アニメのね。会見して軍隊を持つのは自民党の当然ですから、短期間でやるのか長期間でやるのかの違いだけでしょ。まあどうなのかさ、分かりませんけどね、この会見の問題というのはね。本当に、でもその、みんなが自民党の内部でも会見したいのかっていうと、いや、そうなんかなと思いますけどね。いろいろ意見分かれてるのは気しますけどね。そう。まずあいつを下ろそう。だから手順としてね、まず安倍さんに降りてもらうと。で、違う派閥の、人に、大臣になって、
総理大臣になってもらった方がうまくいくんじゃないのかなと。だこれはあの僕らだけの自民党の内部でも僕はそうやと思うんでね。安倍さんの派閥っても決してあの圧倒的にでかいっていうわけじゃなかったと思うんですよ。あの、なんとか会っていうね、うん、だからこんだけ揉めてるわけですからね。いやだから僕二階さんの派閥だって僕は結構いいと思ってるんですよ。二階幹事長、二階派、今一生懸命数集めてますけども、うん、それはもう野党が政権取るに越したことはないんですけども、そのどこまでで折り合いつけれるかっていうね、うん、そういう話ではないのかなと、うん。石破さんは憲法9条に硬派気が持論、安倍さんより過激ですよ。そうそう、だから石破さんの方が過激なんですよ。国防軍とかね、言って、まあ、それがその自民党の、狙いやと思うんですけども、ただその安倍さんが、2個だけ変えるとかでしたっけ、あれ、自衛隊を認めると。でも石破さんは、こっちだと、国防軍の方がいいとか、で対立した方がですね、話がまとまらへんわけですからね、うん、そういうことになるとその国民投票だっていけるかどうか、怪しくなってくるのかなって思ったりね、こんばんは、そうかそうか、さっきさん、まあ、だんだん喋り疲れてきたんで、ちょっとありますけどね。岸田総理待望論、いや、僕、岸田さんっていいと思うんですよ。でも人気ないですね、なんかね。支持率っていうか見てると。やっぱ、谷垣さんとかの派閥が僕は一番いいと思うんですよ。だから、枝野さんとかね、立憲民主党だって、そっちを目指してる言ってたんちゃうな、宏池会というか。石橋丹山内閣の流れが、うんたらかんたら言ってたと思うんですけど。だから枝野さんっていうのも、どっちかとそういう感じですよ。自分たちは保守系だと、言ってたと思うんですよ。立憲民主党の。うん、僕はそういうのがいいと、いいというかね。その、自民党の中でも、その、宏池会的な、岸田さんとかですね、そっちの方がいいんちゃおうかなと、っていうのは思うんですけど、まあどうなるのかね、わかりませんけどね。賛成、もっと小声。岸田はタヌキなだけでしょ。まあそれはあるかもしれませんけど、でも、安倍さんよりはマシなんちゃおうかなっていうのは思うんですけどね。まあいろいろあるでしょうけども、谷垣さんの自転車がずっと気になってたり気になってなかったり、まあ谷垣さん一応表に出てきましたがね、車椅子乗ってかなんかで、まあかわいそうやったんと、あれも麻生さんにはめられたんちゃうかなと思うんですけどね。いや自転車がというよりは、無理やり引退させられたみたいな形になったのはね、選挙に突入して、まあその麻生さんの動きもすごく気になってますよ。その大宏池会でしたっけ、岸田は外相やってて原発輸出推進して核廃絶反対な人じゃからな、広島のくせに。あ、広島の方なんですね、まあまあ、それはさ、自民党の政治家なんか、それは、あんまり信用してませんけどね、それはね。それはね。さ、言うやそうなんですけども。まあ、でもその中でも、どっちがなったら今後の展開にいいかっていうね、まあ、そういうことかなと。結局安倍政権は東京オリンピック後までは続くと思う、続く前提で考えないといけないと思う。だから僕は安倍政権は続いたら続いたで、僕は野党にとっては僕はチャンスじゃないのかなと、思うんですよ。これだけその自民党内でね、
その安倍官邸の不満も高まってるわけでね。で、何がというと、やっぱりその人事で不満が高まってるわけですかね。沖縄北方大臣にしても、また二階派から福井さんというのが出てきて、その石破さんとかの派閥とかからは出ないわけでしょ、あれ。そういう不満というのがどんどん高まってくる。っていうのも、それはそれでいいんじゃないのかなと。まあまあ、もうちょっとで終わりますわ、これね。まだ生きてるん？安倍内閣の外相だもの。なぜか用を。いやいや、僕、岸田さんっていいと思いますよ。いや、マシっていう話ですよ。それはいい、安倍さんよりはいいやろうと。っていうのは僕は思ってます。思いますけどね。いやいや、それは野党が政権取るのがベストですけども、まだそこまでにやっぱ時間はかかるだろうなと。その中の順序として、どういう方がいいのかなというね。まあ、いろいろ、結構喋り疲れてきたんでね。終わりますということ。なかなかありがとうございます。ちょっとしゃべ、また掲示板のコメント欄にまた貼っときますんで、気になったニュースとかあったら、また貼っといてください。画像掲示板のも貼っときますんで。もうね、まあまあいろいろありますけども、まあ、また、掲示板にも書いといてくださいと。まあまあ、ちゅうことで、またアップしときますわ、これね。まあ、YouTube ライブも、今度やるかもしれませんけども。ということで、さようなら、バイバイ。